球技場は、フランス、ベルサイユにある、ルイ14世以来、王族たちが、テニスの原型の球技を楽しんだ屋内コートであり、現存するジュドポームのコートの一つである。1789年6月20日には、議会場を締め出された議員が集まり、球技場の誓いを行った。現在は、球技場ではなく、ベルサイユ宮殿管轄の国立博物館となっており、 入場無料。ベルサイユのビューベルサイユ通りとフォントネ通りの間に、あるジュド・ポーム通りの東側。ベルサイユ宮殿を正面にすると、右側の旧市街に位置する。現存する17世紀の球技場として、建物自体が見学の対象であるが、その他以下の展示物がある。館内に展示されているジュド・ポームのラケットの例1630年、頃。 ルイ13世の建築家フィリベール・ルロワが王のための球技場を宮殿南側に建設。33X14 メートルの縦に長い建物でコートの周囲味方に観客用のギャラリーがあった。1682年までにルイ14世が球技場及び隣接するサンジュリアン教会を取り壊し、跡地に 1682から1684年、主に宮殿に食事を給仕するための建物、グラン・コミュンを建設。1686年、ルイ14世の命でベルサイユ市内にニコラ・クルテにより、球技場が建てられた。王族が使うためのものであったが、持ち主は個人であった。ルイ14世以降、王族が頻繁に利用し、 ルイ十六世の時代にジュドポームの人気が高まり、革命直前まで使われていた。千七百八十九年五月五日、財政難解決のため、ルイ十六世が主催する全国産部会が、ベルサイユ市内の議会場、ムニュプレズイール館で開かれるが、議決方法をめぐって第一2身分の議員と対立した第三身分議員の抵抗が高まり、六月十七日、 第三身分による国民議会が独自に発足、王が危機を察知して、議会場を室内の修理の名目で閉鎖。6月20日、議会場を締め出された第三身分の議員と同意した一部の第一、二身分の議員が議論を続ける場所を探した結果、ジョゼフギオタンの提案で、休議場に集まり、憲法制定までは国民議会は解散しない旨の宣誓を行う。いわゆる、 球技場の誓い。1793年、球技場が国有になる。共和歴2年11月1日、憲法制定議会が1789年6月20日の宣誓を行った球技場を国の所有にすることが立憲議会の政令で決定した。球技場の南の壁にある文言その後は、球技以外の様々な用途に用いられた。1八百四年、 画家アントワーヌ・ジャングロのアトリエ。1815年、軍人のホスピス。1830、48年の7月王政時代、ルイ・フィリップから庇護を受けていた画家オラース・ベルネのアトリエ。1848年2月、2月革命により、第二共和制が発足。3月14日には市民による祝宴が、この球技場で開かれ、再び革命の場所として、脚光を浴びる。 1848年3月24日、フランス内務省の文化財保護政策により、歴史的建造物に指定された。歴史的モニュメントが、建設の意図や美術史の観点から重要であるだけでなく、国民のための素晴らしい歴史の一幕を飾るものであること、そして、ベルサイユの球技場が、共和国の意志が初めて、花々しくおごそかに誕生した場所であること、 以上を考慮し、ベルサイユの球儀場を歴史的モニュメントに指定する。球儀場南側の壁にある文言1880年前年にベルサイユ宮殿の建築家に指名された江戸門業務の監督により革命を記念する博物館になるよう内部の改修が行われる。1883年6月20日、革命博物館としてオープン。1988年、 大規模な改修の後、革命200年を記念して、フランソワ・ミッテラン大統領により、再オープン。1883年オープンのための改修と、展示ドンセジューデ・ポーム、ルエックス・エックス、ジュイン・マドク・キシックス、レデブッツ・ジュパープラ、リー・プーセス・ジュル・オーディニア・デルー・ア・セインジス、ジュラント・デネ・ポイント・オセスプラ・ーチャイルズ・ェヌ。 ユセント・ドンヌ・ユヌ・コンスティチューション・アラ・フランス・イルズ・オー・エヌ・ティ・テヌ・パローレ記念プレート表記内容と訳文ダビットの原画の経緯ダビットは画家で政治家でもあり所属していたジャコバン党員に対して制作資金を募ったが必要額が集まらず加えて描かれている議員の一人であるミラボーが没後に王との所簡が表沙汰になって裏切り者との 印象を国民に与えるなど、政治的理由もあり、1793年に作品完成を放棄した。ルーブルの絵画サロンに出した、下へ、原寸大のデッサンの中央部分は、ベルサイユ宮殿内にて保管。デッサンは、ダビットの没後1826年に3、当分されて、競売に出され、1836年に、ルーブル美術館が全体を購入したが、 現在、左右部分のデッサンは三1ありがとうございます。